ようございます。おはようございます。本日はですね、ちょうど1年ぐらい前に動画を出しました。磯山椒の植え替えついにということで、はい、ことを振り返りますと何年前でしょう。3、4年前、もう来たばっかりの頃ですね。そうですね。ちょっとうちの駐車場の片隅でもう鉢にも入っていなくて、はい、根っこもなくてなかった。で、枯れかけの磯山椒があって、うん、はい、それを Q さんが見つけて買いますということで買った、はい、それを日々培養を重ねて去年元気になったので、ちょっと剪定をして針金をかけてまた土鉢に植えたっていう動画を出しました、はい、それからまた1年経ちました。で、だいぶ、樹勢の方もですね、落ち着いてきて、しっかり姿が出てきたので、うん、今回はいよいよちょっと本鉢に入れて、この木を飾れるような形にしていきたいなというふうに思います。はい、何年計画で進んできたこの磯山椒ですけど、そうですね、やっと本町に入るという、やっと本町に、はい、私と共に歩んできたような木ですね、はい、やっていきます。はい、よろしくお願いします、はい、まあ、ざっともう一回木の振り返りをしましょうか、はい、ここがですね、すごく肌がきていて、だいぶゴツゴツしとした、うん、荒々しい表情をしてます、はい、で、磯山椒の特徴としては小葉で、まあ、本当に山椒の葉っぱみたいな、うん、小さいような葉っぱなので対比がいいですよね。ちっちゃい葉っぱとこのゴツゴツした幹によって、はい、すごく木が大きく感じるような木になってます、うん、ここにもともとこの木って模様木だったんですけど、ここの部分がごっそり枯れてしまって、うんうん、今ここの片方が残って、こちら完全なひなり流れの木になってます。ここの部分がちょっと今まだ皮が残ってる状態なので、うん、ここの皮だけでもちょっと今取ってあげようかなと思ってます。陣みたいにするってこと？ちょっと若干陣みたいな感じにして、まあ、完全に取る方がもちろんいいんですけど、若干迫力出すために、うん、あんまり雑木でこういうのはしないんですけど、残してやってみようかなというふうに思います。はい、はい、じゃあやっとこで、やっとこで、うわ、皮をめくって、あ、木質のとこを見せる感じでいいんじゃないかな。これなんか塗った方がいいんですかね。まあ塗った方がいいですね。石灰汚剤、とりあえず汚剤塗って、で、真っ白でもあれなんで、ちょっと墨入れといてくれいいかもしれない。多分広がっちゃいますよね。うん、結構もろいですか。うん、結構もろい。この枝なくなってもう 3、4年以上は経ってるってことですからね。逆に持ってる方ですよね。もう普通だとふかふかになるはずですから、うんうん、多分こっちもね、枯れてるとは思うんだよな。だから若干ちょっとこのままにしとくか、一回。陣のある雑木ってあんま見たことないな。まあ本来はね、枯れたっていうことなので、あんまり評価はされないですよね。なんで雑木に陣がないかっていう話からやった方がいいですよね。そうですよね、うん、結局木質が柔らかいんですよ。だから長い年月経ってると、そういうところって風化してもうボロボロになって朽ちちゃうっていうのが本来の考え方ですよね、うん、だから心拍とかは木質が硬いから何年経ってもそこに木が残り続けるっていう考えで陣を残すんですけど、雑木はそうではないから作らないっていう感じなんだけど、結構この浜辺の木って硬い木が多いんですよ。そういう木はシャリを作ったりとか、若干なんだろう、本当の爪地みたいに残したいっていう木はある。ある、うん、どっちかっていうと南西の木ですよね。なるほど。ただこれも南西の木ですし、はい、あの、まあ、ちょっと見えるぐらいでやってもいいんじゃないかなって、うん、はい、ちょっとこんな感じで遠目に見えるぐらいにしました。はい、そしたらですね、ちょっと一回剪定をします。はい、で、剪定するときなんですけど、第一に考えないといけないの、これ去年残したのかな、うん、生かした、いや生かしてない、こんなに、だからもうちょっとしかなかったやつが、うん、これは絶対に今年生えてきたやつ、今年です。こうやって、元の方から生えてくるやつをヒコバエと言ったりとか、はい、あとなんだっけ、ヤゴっていう言い方するんですけど、こういう本来の木
から外れたところが出てきた芽っていうのは生かしておくとこっちの本体の方が弱ってしまうって言われてます。どうしても子孫を残すためにこの細い方を残して若いのを残してちょっと 年通が経った方を枯らして子孫を繁栄させるっていうような役割なんですよね。ただ盆栽って基本古さを出したくてこっちがメインの木なので、はい、こういうような元から出たような枝っていうのは切ってしまった方がいいって言われてます、はい、なので、正直言うと今この木ってもうここら辺でも完結するようになったんですね、うん、元から生えてる木枝たちはもう全部切ってしまった方がいいだろうなという思いで切ってしまいます。若い子、はい、出る杭は打たれますね、うん、我々打たれる側じゃないですか。打たれる側です。はい、はい、で変な話この木も強いのでこれ挿し木しとけばつきます、はい、でもう一回ちょっと見てもらいたいんですけど今度元の方にもちょっと生えてます。枝元の方ですね、うん、はい、で実際問題ここの枝結構集中していっぱい出てるんですね、うんうんうん、でここに古い枝が1個あります、はい、この枝を使えばいいのでこの新しいのは切ってしまっていいと思います。こういうの、うんうん、あとはちょっと間から出ちゃってるやつもすっきりさせてあげるとしっかり火が当たるようになるかなというふうに思います。だから必要以上に枝は残さない、残さない方が守られるってことですね、はい、でちょっとハス化しをしたいのであれば磯山椒の場合って結構二股で結構出る場合があるんですね、同じところから、はい、うん、で2つの部分と3つの部分とか4つの部分とか結構あるんですけど例えば3つの部分だったら2つにしたりとか2つの部分は1つにしたりとかすると、ハス化しができて中に光が当たるようになりますから。この葉っぱのことですか。そうです。これ今3つ出てるってこと。そう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 。なるほど。それの1つとか2つにしてあげるとだいぶ中に日光が当たって中の方も枯れずに、うんうん、生きると思います。まあ基本でも2つって考えていいと思うんですよね、うんうん、まあこういうこういう感じに出ると思うんですよ。なのでこれをちょっと切ってあげると4つを2つに、そうそうそう、3つのところを2つにしてあげたりするとハス化してできるので中の方にも光が当たるようになります。磯山椒もハス化するんですね。いやてか全部の雑木でやってあげた方がいいですよ、小枝を作るんであれば。これもやっぱり上の方が強いからなのかな、どっちなんだろう。まあ上の方は強いですよね。どっちかっていうともうこれも軟性の木なんですけど、うん、どっちかっていうとまあガンガン出りじゃない方がいいですよね、ちりめんとかも。なるほど。若干の日陰を作ってあげた方が元気になる種かなというふうに思います。ちょっと見ていただくとここに実ができてます、うん、本当だ。黒っぽくなりますこの後、はい、去年の動画見るとお花が咲いてる動画があると思います、うん、ちっちゃくポッと咲く花で、実になるとこういうようなだん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 色づいてきてだんだん黒い実になるという木です。こうやって上向きに出てくる枝、うん、これを下げてもいいんですけど今下から出てきたので、うん、こういうところで切ってもいいんです。そうすると横に向きますから、うん、はい、針金かけなくても横に向かせることができます。下向きと上向きに出るのがやっぱり良くない枝っていう。そうですね、基本は横に出る方が、うん、理想かなというふうに思いますね。若干ちょっとこの2本だけ、上に上がってきてるのでまたそれを下げてあげるといいかなと思うので、はい、ちょっとかけましょうか、はい、これ基本こうやって元気がつくと上向きになることが多いですね、うん、多い。それが差し枝になるのかな、やっぱり。そうですね、メインの枝になりますね。まあ、雑木の回ではなんとなく言ってますけどぎゅうぎゅうにかけるよりかは少し緩やかにかけてあげた方がいいですね。どうしても食い込んできてしまうので。とはいってもこの磯山椒に限っては肌が荒れてくる木なので、はい、まだそんなに食い込みがついてもそんなに心配ないですね。通常の雑木だと傷がついたら目立つってことですね。そうですね、治らない、治らないんで。1個やると気になりだしちゃう、ね、これで終わります。
その下の枝か。ちょっと上げてあげる、うん、まあなんでしょう、こういう曲をつけるっていうか矯正程度なんで、うん、はい、できました。はい、で、この差し枝というかメインの木枝を前に出してあげたっていうのと、ちょっと上に上がりすぎてるのを下に下げたっていう感じですね。はい、はい、でここら辺もちょっと上に上げて、うん、この空間を見せるような感じ、裏からこの裏枝が見える、なるほど、遠近感が出てるかなと。裏枝もうちょっと見せたくない？いや、こんなもんでしょ。こんなもんでいい？そんぐらい、ちょっと起こすといいね、うん、じゃあ早速植え替えておこうかなと思います。はい、じゃあ何の鉢に植え替えるかということですね。はい、なかなかゴツゴツしているので、はい、ちょっといいですか。はい、僕の持ってきた鉢、何ですか。お、これを使うのはどうかなと。はい、いいですね。いい、ゴツゴツ感と吸鉢です。どっちが正面ですか。固め裏に、ゲゲゲ、うん、まあ好き、来たろう、好きな方をどうぞって感じです。こっちじゃないですか。表情いいですね、こっちね。うん、こっちにしましょう。はい、入るか、合うのか。入るか問題ですけど。入るか問題、合うのか問題が。まず抜いてみます。はい。ボンビで買いたいって言うんだよ。根がどんぐらい出てるか。めちゃくちゃ出てる。めちゃくちゃ出てる？下から出てる？めっちゃ出てる。うわ、すごい。もう根草も結構生えてたから。でも素残暑じゃないでしょ、これ。うわ、そうだよね。こういう内素残暑とか、うん、まあ、チリメンとかクチナシとか、ちょっと南方系の木っていうのは、例えばカエデとかモミジとか2月末とか3月にやるような植え替えと同時にやってしまうと、我々の中では結構 寝るっていうことしちゃうんですけど、うんうん、ちょっと何でしょう、活動が一回ストップしちゃうんですね。はいはい、ちょっと暖かくなった5月とか6月ぐらいにやってあげると元気を保ったまま成長するっていうふうに言われているので、こっちの気温が上がったタイミングでやってあげるといいと思います。なるほど、はい、じゃあちょっと崩していきましょう。はい、去年植え替えしているので、うん、そこまでがっつりはほぐさなくていいのかなとは思うんですけど、ただ入らないといけないので、ね、こういう、こう雑草の根っこなんかは取ってあげましょう。はい、こいつがネックなんだ。こいつが、幅的にどうだろうね。奥があれかも。入んなかったらどうする？入んなかったら他に鉢ないんだよな。一応今までね、こういう鉢作ってましたけど、一番でかいの作ったんで、うん、ここ入んなかったら困る感じだな。入んなそう。入んなそう。これはでも枯れてるから前は攻めれる、うん、枯れてるところをちょっとぶった切って、はい、なるべくちっちゃくしましょうか。ここが完全にもう枯れてますね、うん、枯れてる、はい、切る。おお、ここも完全に枯れてますね。本当だ。この近辺の枝っていうのは多分枯れてる。はあ、枝？枝だ、幹か。幹なんだ。これも枯れてる。これも枯れてる。隙間から根っこが来てるような感じですよね。中もごっついですね、なんか根っこの部分も、うん、枯れてます。枯れてるね。お、ギリ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 入ってるっぽい。でも、うん、ここね、何したいかな。ここ当たってるね、ここは。生きてるもんね、それね、うん、こっちなら行くかも。こっち正面が、そんな、そ
微妙な差で変わるんだ。ここが膨らみがここね、ここ、あ、こことここで幅が違うんですよ。なるほど、ほんとだね。こっちの方が広いんだ。広い。鉢の正面が変わる。若干ちょっと切ります。削ってカットポスターで、こんだけ下から出てるから大丈夫と思うけど。いける？うん。おお。迷いなき。お、来た。来たね。逆だけど。あ、そっか。すごいね。合う？まず。合うんだ。合う？いい感じ。ああ、いいね。天空城みたい。万博のキャラとかいいさ。ああ、いいね。開墾でこういうのあるよね。確かに。ここがね、うん、すごい人が人がね、いっぱいいますけど。はい、いいじゃない。じゃあこれでやりましょうか。はい、高木さんがこけました。はい、これで、うん、高さ的には制限があったんで、うん、あんまり乗せ入れずに、ちょっと舐めて、マグランプリとかない？自分のだから。でも入れてもらいます。カットピーを、カットピーを入れて、ここにカットパスタ、カットピー、そしたらこっちが正面で、はい、植えていきます。間を、中ぐらいの粒に最後小粒入れて、はい、それからすきます。混ぜると細かめの根っこなので、はい、今の根っこの状態だとちょっと細かめに入れた方がいいかな。粗い土の方が上に来やすいんですよ。はいはいはい、で、ちっちゃい土の方が下に沈みやすいんです。なので先に粗いのを入れて、その後に、細かいのを入れるとちょうどバランスが取れます。ちょっとこれ水やって、はい、で貼りますか。はい、ちょっとだいぶ見た目が違うと思うんで、かっこいい。よし、これが命が、ね、蜂が喜んでます。だいたいいつも木が喜んでるっていうんですよ。蜂も喜んでます。これに野生味が増したら良くなりそう。ちょっとこぼしたい？あ、無理とは思うけど。あはは、いいね。おお、いいね。こだまいそうじゃない、あの、もののけ姫の。完成。はい。はい。できました。磯山椒、インキューバチ。インキューバチ。はい。まあちょっと流れを言いますと、うん、
ここの鉢に合うのないのっていう話で、そうですね、スタッチした元々はね企画でして、はい、ただまあ上等時期もいいということもあり、これもようやく、完成に近づいてきたっていう中で、じゃあこれとこれが合うんじゃないかなと思って、うん、提案をして、でそれがこの組み合わせになったんですけど、どうですか、いい、ね、こんないい感じですよね、ね、雰囲気ある、なんかその動きが乗ってたっていうのと、うん、あとは若干のいびつさとこの物々しさ、はいはい、のマッチがうまくいったのかなと思いますね。たまらんすよ、ね、景色もあって、うん、何かあのストーリーが思いつくような、はい、そういうような一鉢になったかなというふうに思います、うん、でもあれじゃないですか、盆栽木始まった頃に買った木と、うん、それをカンタさんが作って、で僕の鉢に入ってるんですよ。もう盆栽級ですよ、これも。エモ鉢ですね。エモ一品となりました。はい、この先ね、磯山椒なので、また茂ってくると思うんですけど、またそういう時はそういう作業をして、はい、充実させていくと、もっと木がいい締まった木になってくると思いますので、うん、いいんじゃないかなと。わかりました。はい、思います。鉢も出す。紹介していい。いいですか。いいです。まだまだ鉢はいろいろあります。最近はこんなの、これとかね。これがいいですね。配色がね。目の、うん？うん。オレンジとは。これオットアイね。一個一個表情違うんでね、合うやつもあるかもしれません。はい。はい、これ通販多分。これわかんない、これやってる頃には始めてるかもしれない。なのでステッカー、通販で買った人はオリジナルステッカーつけてやろうかなというふうに思ってます、はい、こんな感じの木が作れるかもしれませんので、ぜひとも。だけでこういうのも可愛いし、ああそうですね、まあ、いろいろ遊べると思います。遊べると思います。はい、ぜひやってみてください、はい、僕らとしてはちょっとこう物々しいというか、うん、ごついやつ、うん、ごつくてごちゃごちゃっとしたやつの方が合うんじゃないかなってみんな話してます、うん、この間のバラとか、そうですね、ぜひそういうのを入れてみたいとか、新しいちょっと提案とかもあると面白いんで、そうですね、はい、まあ、購入された方はいろいろ載せて共有してみてください、はいはい、それとふるさと納税型のクラファンですかね、そうそうそう、はい、やってます、やってます、はい、でそこの中のふるさと納税の商品の中に盆栽木の T シャツも入りました、はい、納税額はね確か2万円ぐらいの納税のやつで、でやっぱそのぐらいの金額なので、いつもの T シャツよりもいい T シャツにしました。100種物はないまだ、物はないまだ、 9.1 本数ビッグシルエット T シャツなので、がっつりごつく丈夫に使えるやつですね。そうです、そうです。まあよろしかったらサイト見てください、はい、という感じです、はい、このぐらいで終わりました。終わりました。終わり、そうしましたら、はい、皆さんもこの鉢試してみてください、はい、この動画がいいなと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。よろしくお願いします。 Please subscribe and thumbs up. Thank you. Thank you. Bye bye. ありがとうございました。ありがとうございました。